はいどうも、ラリコマチャンネルです。ということで今回も新しいね、商品買ったんで、紹介していきたいと思います。今回はですね、サバゲー装備ってことで新しくですね、商品を買いました。ということで開けていきましょう。結構ね、箱はデカめになっております。よし、じゃあ開けていきましょう。あれ全然取れないよ。あ、そうか。ペリ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 、よいしょ。よし、あ、うお、こんな形で来るんだ。へえ、あー、なんか商品はこんな形、じゃじゃん。ちょっとテカって見えづらいですけど、新品米軍ミリタリーブーツ迷彩、足のサイズ自分ね27センチなんで27センチ、サバゲースワットサイズ選択課っていう商品名です。よくわかんないけど、まあ、とにかく米軍のミリタリーブーツの、ブーツを今回は買いました。ということで開けていきましょう。よし、じゃじゃん。もうなんかぺっちゃんこできたんだよね。もうなんか靴の形をとどめてないっていう、すごいなんかバーガーっぽい感じで、靴バーガーが今回は届きました。じゃあね、なんかね、紐がすっげーぐるぐる巻きになってんの。すっげーぐるぐる巻きになってて、もうなんかすげー、これもう開けるだけでもうめっちゃ時間取られる。匂いがねきついとかね、いろいろ靴の中でゴムの匂いがきつすぎるとか Amazon のレビューでいろいろ書いてあったんですよ。そこまでね匂いしないです、開けた感じ。はい、どうで、紐はね別でなります。で、柄こんな形です。じゃじゃん。ちょっとね、派手めの迷彩にしました。もうちょっとね、暗めのシックな迷彩もあったんですけども、自分ね、装備自体が暗くなってるんで、逆にね、靴は明るめの、森林っぽい迷彩にしようかなと思って、これにしました。で、柔らかさは結構柔らかいです。ぐにゃんぐにゃんいっちゃいますね。で、靴底の厚さも結構厚くなってます。もうこっからが、ここが靴の厚みです。柔らかいんでね、ちょっと強度が心配とかいろいろ書いてあったんですけど、逆に柔らかい方が、走りやすくていいですよね。つま先の方がね、すごいクニクニ曲がるんですよね。ちょっと紐つけてみましょう。よいしょ。じゃじゃん、できました。こんな形になりました。結構ね、上のね布の部分は柔らかくてくちゃってなっちゃうんだけど、ちょっと履くとき大変なんだけど、こんな形です。じゃじゃん、いいですね。すごくいい、かっこいい。迷彩の柄がね、なんとも言えないですよね。なんかここにナンバーみたいのが入ってるんですけど、これはね、よくわかんない。3537。ちょっと自分27センチ入るかね、ちょっと履いてみましょう。はい、ということで足元の方今見てもらってます。こんな形です。すごくいいですね。中に入れてもいいし、逆にズボンをねこう隠してもいい、隠してもいいっていうか、まあ普通にこうベロって履くのが主流なんでしょう。まあね、縛り方とかねよく分かんなかったね、普通に靴紐みたいに縛っちゃったんですけど、まあね、何かコツがあればコメントとお願いします。すごくねかっこいいですよね。結構軽いです。あの靴自体のね重さが全然ないんで、あの靴の底のもゴムだけなんで、すごくね軽めにできてます。いい感じですね。でほらこう結構砂利道が多いんでね、あの自分がサバゲーするところ砂利なんで、ほとんどがでね、下の底ねすごく熱いから意外と安全なんじゃないかなと思います。はい、ってことで、今回はですねサバゲー装備の方を紹介させていただきました、紹介させていただきました、新品の米軍ミリタリーブーツ迷彩ですね。で今回のこの迷彩はね、他にもカラーがあるようで、緑以外にもちょっとね砂漠色っぽい感じ、茶色っぽい感じだったり、あと黒と、この森林柄、まあ、迷彩のねちょっと緑っぽい柄のやつの3種類がね、ありましたんで、ぜひね気になった方は検索してみてください。すごくね軽くて、柔らかくて使いやすいです。まあね、バーガーで着た以外は特に、悪いことはないと思います。ここら辺の布がね柔らかくなってるんで、履くときちょっと大変かもしれないんですけど、それ以外はね、いい商品だと思います。ということで今回は以上で終わりにしたいと思います。じゃあまた、新しい商品買ったらレビューします。バイバイ。ご視聴ありがとうございます。この動画が良かったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。次回もお楽しみに。バイバイ。